今回もやってきましたよ電動予想。前回は大穴が外れてサバ味噌を作る羽目になったけど今回はどうかな。それに関しては自らそういう宣言をしたお前が悪いだろ。では早速電動予想していくよ。おい、でもさ心。今の環境って結構いろんなカード活躍しててサラみたいな感じのガチマジのバケモンデッキないから今回の予想は難しいんじゃないか。まあ確かにそうだね。でも大丈夫。そんな難しい電動予想を見事に当ててみせるよ。それはすごいな。かなりの自信だね。それに見合う根拠でもあるのかな。ははは。何それ。皆さんこの動画見る価値ないですよ。待って待って。確かにそうかもしれないけど。逆にそうかもしれないのかよ。一つだけ思うことがあるんだ。今回の電動発表はデュエマの全国大会が近くに控えてるから多分デッキを崩壊させるようなカードは電動を免れると思うんだよね。ほうほう、確かにあるな。って誰かが言ってました。理論じゃないんかい。ということで私はこれくらいしか思うことがないのでそれに沿った予想をしていくよ。了解。あ、この電動予想動画は一デュエマプレイヤーの考えだからこの人はこんな考えなんだな程度の認識で見てくれると嬉しいかな。そこら辺は大丈夫だ。もともとこのチャンネルはそんなに勉強になるくらいのところじゃないから。ひどくね。まあいいや。ってことで私が思う電動入りカードは、この2枚かなって思うよ。まあまあ妥当なの来たね。でも結構世間で言われてるネバーはないんだな。確かにネバーはワンチャンあるけど何回も電動発表域伸びてて公式が好きであろうエンジョイデッキにもよく使われてるからないんじゃないかなって思う。もし言ったらゴシーやガチャデッキ、ネバーループとかのデッキに被害がすごい出るし。ほうほう。そして電動予想に戻るけどまずはファイアかな。ファイアといえば現在赤青マジックでめちゃくちゃ暴れてるイメージ。ファイアが行くと思ったのは攻撃後にアンタップするのもあるけど単純にコスト3以下を踏み倒せるっていうのがおかしすぎるところ。確かにあれからついで感覚で電動の短期や手札交換しながら素でスピードアタッカーの手下が出てきたりするからね。そう、例えるなら友達をうちに呼んだのに一緒に彼女がついてきたみたいな。何その地獄。しかも短期に関しては大体コールドフレームでいっぱいドローしたりしてるから結構な頻度で出てくるんだよね。それはもうね、ダメだよね。そう考えればダメだな。あとファイアがもし1枚になってもアンタップ効果は代わりのピーカプ LC1O2 コストだけど踏み倒せるコールドフレームあるからまあデッキ崩壊はしないと思う。結構いろいろ語るんだね。まあね、私も一応家にあるカードで必須パーツが結構欠けてるマジックデッキ組んだんだけど。欠けてんのかい。それでも私の自慢デッキバッタバッタと倒してくるからさすがにダメかなって。それ単純に心のデッキが弱いだけじゃね。もっと否定してくんないとガチで心のデッキが弱いで終わるけど大丈夫？それじゃ2枚目は母なる聖域。このカードは出た時に手札のカードをマナに置きした面では自分の非進化クリーチャーをマナに送ってマナの枚数以下の進化クリーチャーを出すことができるカードだね。これに関してはさっきのファイアと少し類似してるところあるんだけど単純に3マナでクライマックス女王が出てくるのは友達をうちに呼んだのに一緒に彼女がついてきたみたいな感じだから。その例えは術語じゃないぞ。そしてヤバいのは上面が普通に初動カードになること。朝までからも出れるしな。あと一応代わりとなるカードで呪文だけのあるし多分1枚くらいがちょうどいいんじゃないかなって思ったからかな。まあ確かに代わりあるし1枚でちょうどいい感あるよね。そう、だからだよ。そういった理由でその2枚は殿堂入りすると思うのか。そして続いてはプレミアム電動の予想かな。世間では短期やシェイパー、他にはジオコと巨大設計図のツインパクトとかのイメージだね。心は何がプレデン行くと思うんだ。個人的にはこの2枚かな。こちらも妥当だね。逆に短期は入んないんだな。あのカードも相当おかしいと思うぞ。確かにあのカードはバグレベルでいっちゃってるし恨みもすごいけど今回の電動発表でパーフェクトファイアが電動入りすると思うからそれから出せる短期はプレデンしないと思う。ファイアが電動入りした場合、逆にファイアが電動入りしなかったら、まあその時はその時プレデン行きそう。行くんじゃねえか。でも私は今回でファイア殿堂入りすると思うので短期はいかないと思う。なんならこれかけて罰ゲーム募集してもいい。はい、来たよ。心の意味船とばく。まあまあ殿堂発表ってデュエマ特有の祭りみたいなもんなんだしいいでしょ。祭りだと思うんだったらかける側をやるんじゃなくてただ見る人だけになってほしかったな。てかこの動画予想動画なんだから早く目の前のプレゼン候補について話せよ。すみませんでした。それじゃあまずストリーミングシェイパーから話していこうと思うよ。これに関しては言わずもがなだよね。シンプルに手札が超大事なマジックデッキで3マナ最大4枚ドローはおかしすぎるからかな。あとこのカード回収範囲水のカードでファイアとかナポレオン回収できないんだけどなぜかめくったカード墓地に置かれちゃうから普通に各名人で唱えれちゃうというちょっと何言ってるかわからないサンドイッチマン状態になるのもあるね。まあ山上から4枚引くカードに関してはコールドフレームとかもあるけどさすがに殿堂入りするまでの年月経ってないからな。そう考えるとあのカード強すぎない？おかしい。で次はジオコと巨大設計図。このカードは今の環境でいうとフィオナフォレストと巨大天文に入ってるよな。特に最近はフィオナフォレストがヤバいデッキ感あるよね。そう、そのデッキをこのまま無規制にするのは多分だけどないと思うからツインパクトの方の巨大設計図をプレゼンにして様子見ると思うの。あとシンプルに巨大設計図で回収できる巨大設計図って普通にやってることエグいし実質4枚ドローできるのをもっかい確定で打てるわけだからな。まあ一番かわいそうなのがこれでもし本当にプレゼンしたら GOB に結構な弱体化が入ることだよね。それに関しては同情しかできない。でもわかるぞ。エンジョイデッキで使ってたカードが環境デッキによって被害を食らうの。あれは辛い。すんごいガチトーン。過去になんかあったやつじゃん。殿堂入りとプレミアム殿堂の予想もしたし、最後に殿堂解除の予想をしていくよ。お、何がシャバの空気吸えるようになると思うんだ？それはこれ。バトライバとドルガンチュリス。どっちもダメじゃね？普通にないと思うけど。って思うじゃん。まあな、その問い方は若干うざいけど。でもさ、正直3ターン目にメタ張りながらダイレクトしてくるマジックや、最速で4ターン目に再現度高いループしてくるアカシックや、その他化け物がいる中だったらこの2枚大丈夫だと思うんだよね。バトライバはアドバンスだからカードパワー高くても大丈夫だと思うし、ドルガンに関しては最近ほぼ同じというか、ワンチャンそれより強いの来たから。そうなのかな。それだけだとまだ帰ってこないと思うがな。一応他にも理由があるよ。あるのかい。最近の殿堂解除って強化入ったデッキのカードが解除される傾向にあると思うんだよね。ほうほう。例えば鬼丸ヘッドとかはバキの強化があった時くらいだったし、スクランブルチェンジの解除タイミングは夕波爆炎が出てからしばらく経った後に解除があった。確かに言われてみればそうだね。だから今回はそれ関係でこの2枚がワンチャン返ってくると思う。あとバトライバは今デュエプレでモルネク関係でめちゃくちゃ盛り上がってるっていうのもあるけどね。そういうもんなのかな。まあわかんないよね。はい、ということで今回の予想はこんな感じ。とりあえずあれか、ファイアが殿堂入りしなかったら心は罰ゲームを受けるってことでいいんだな。それもあるけど他にも言うことないの？ファイアの件とか解除は除いてだけど結構妥当なところ予想してるね。でも少し多いと思うけど。確かにそんな感じするけど、全部が全部いくとは思ってないよ。この中の2枚くらいいけばいいんじゃないかな。最初にも言ったがこの予想は一デュエマプレイヤーの予想だしな。そうだね。てか罰ゲームってどうやって決める気？コメント欄で募集してそこからルーレットで決める感じになるかな。まあでもファイア当たると思うからしないと思うけど。あ、それならさ、私から一つ罰ゲーム言っていいか？ん？なに？横動画毎日投稿。やっぱりこの案却下してもいいですか？ダメです。